Adobe Spark は Adobe によって開発されたソーシャルグラフィックやウェブページ、ショートビデオを作成できるモバイルおよびウェブ用のメディア作成アプリケーションスイート、Spark ページ、Spark ポスト、スパークビデオの3から構成されている。Adobe Spark はクリエイティブクラウドの一部としてリリースされた。a d o アドビ p a r k ウェブアプリと iOS アプリが同期されユーザーは任意のデバイスから ビジュアルストーリーを作成、編集、共有できる。2016年5月、アドビは、アドビポスト、アドビスレート、およびアドビボイスを一つの統合されたデザインプラットフォームに統合。この時、アドビポストは、アドビスパークポスト、アドビスレートは、アドビスパークページ、アドビボイスは、アドビスパークビデオと解消された。外出先でも、気軽にショートビデオを作成。 編集するアプリ。当初の名称は Adobe Voice。2016年1月に iPhone を完全にサポートする Adobe Voice 2.0をリリース。後に Adobe Spark Video に解消。iOS 版、Web 版がある。文字と画像を配置し、HTML コーディングを必要とせず Web ページを作成する限 Web デザインアプリ。iPad 用のテキスト及び、 写真中心のストーリーテリングアプリであるアドビスレートをリリース。アドビスレートは後にアドビスパルクページに解消。なお、コードネームはプロジェクトルカとして2014年に開発された。2015年10月、アドビはウェブ上でアドビスレートをローンチ。iOS 版、ウェブ版がある。ソーシャルグラフィックを瞬時に作成、投稿可能なグラフィックデザインアプリ。 2015年12月、アドビは iPhone および iPad 向けの新しいソーシャルグラフィックアプリとしてアドビポストをリリース。アドビポストは後にアドビスパルクポストに解消。iOS 版と Android 版、Web 版がある。ありがとうございます。